Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Who is this man? Reptilians painted by Leonardo da Vinci. この男性は誰なのか。ダヴィンチの描いたレプタリアンたち。ここに見せる、解剖図がですね、熊の足ということになっています。日本の大変著名な解剖学者がですね、これを熊の足と断定いたしました。がどうしてこれが熊の足なのでしょうか。実際の熊の足と見比べてみてください。むしろ人間の足の形の方に似ているわけですよね。ただ爪がついているということだけなんですよね。それを除けば人間の足そのものなのです。つまりこういうところに作られた常識があるということなんですね。これはまさしくレプタリアンの足です。レプタリアンと言いましてもいろんな種類があったと思いますから、皆が皆こうだったというわけではありません。で、ダヴィンチ自身もレプタリアンの絵をたくさん残しています。この長い首に注目してください。頸椎が人間よりも多いのですね。それから異様なってますか、なで型を持っているレプタリアンも見ますし、こぶこぶだらけのレプタリアンもいます。このレプタリアンは背中に2つのこぶと、それからヒレを持ってますね。一般に爬虫類は頸椎、背骨が細くて、その分を剣でカバーしています。ですから首が太いですね。人間はそれに反して7本の頸椎と、それから太い頸椎を持っていて、その分だけ剣が細いですね。それから肩甲骨の形が違います。これが大きな特徴です。で、下にあるのはこれレプタリアンですね。頸椎が7本以上あります。13本ありますね。じゃあこの人は誰かということになるんです。ダヴィンチの描いたこの人は誰かということになるんですね。皆さんはあまりにもなってますが、常識の中で見落としていらっしゃるんじゃないでしょうか。首を見てください。この男性の首は異様に太いことに皆さんお気づきになると思います。中央ラインがブルーのところですね。そして黄色い線が異様ななで型で太いです。で、右の黒い部分に隠れてるから右の部分が見えませんね。そして肩が狭いというか、そのままなで型がそのまま肩にとつながっています。この男性の首が太いこと、喉仏のところから比較してみてください。非常に太いですね。顔とほとんど同じ太さというふうに考えてもいいんじゃないでしょうか。で、これとダヴィンチ自身が描いたレプタリアンの解剖図と見比べてみてください。細い頸椎、背骨、そしてそれを支える、人間にはない剣ですね。それがもういわゆる三角形の形で並んでるわけです。そのダヴィンチ自身が描いたレプタリアンの骨格と左の男性が大変よく似てます。そして人間にはない剣がありますね。そして、異様ななで型。これはシニョレディも同じような絵を描いています。そして、人間にはない、くぼみと言いますかね。今首の太さを皆さんに示していますけども、こうした、このくぼみですね。それから、なで型。それから、ここに、人間にはないくぼみですね。そして、この脇の下が剣でつながってるっていうことなんですよね。皆さんのご自身の脇の下と比べてみてください。で、これはダヴィンチ自身が描いている老人の絵なんですけども、この人もそうなんですよね。黒い部分で見えなくしてありますけども、上の部分を比較してみてください。ここの部分ですね。ここに大きな三角形ができているんです。人間もできますけども、これほど大きくはできませんね。いわゆる骨格、剣の位置、形が違うわけです。で、これはレプタリアンの群像です。ダヴィンチ自身が描いたものですね。そしてこの中には多く載ってますが、いろんな種類のレプタリアンが描かれています。一見シャツに見えますけどもね、隠し絵手法をとってるわけですね。このレプタリアンはもう、背骨の周辺に両側にコブがあって、真ん中にヒレがありますね。このレプタリアンは逆に今度首が短くて、ボコボコとしたものが出てますね。背中にコブのようなのがボコボコ出ています。これはレプタリアンの特徴ですね。この人も同じようにボコボコと出てますよね。まあ、ご覧になってください。そしてこの解剖図とそっくりなのがダヴィンチの絵の中にもたくさんあるわけです。人間の、絵になっていますが、筋肉はここまでボコボコしてませんね。イボ、それからゴボゴボと、これ女性じゃないかと思います。女性のレプタリアンですね。わかりませんが。じゃあ比較してみましょう。これがダヴィンチの描いたスケッチですね。解剖図ってことになってますけども、これは解剖図ってか、ちゃんと皮膚をめくってるわけではないんですよね。同じようにボコボコしてますですね。で、このもう一人ここにいるこのレプタリアンはもう一種類の方で、背中に二つの大きなコブがあって、その間にヒレがありますね。そして、なんて言いますか。はい。この人は背中に大きなコブがボコボコボコと3つついてますね。こうしたレプタリアンもいるわけです。で、ここにダヴィンチ自身がいるわけですね。これはもう何度も精査いたしましたが、ほくろ、それからイボの位置などがぴったりと一致するわけです。目の鋭さ、三白眼、口の細いところ、耳たぶの小さいところ。これは別のところで精査いたしました。では、この人は誰かということになるんです。中央にいるのは誰かということになるんですね。で、この絵もおかしいんですよね。何かしら学習の手法で蛇を描いているように私には見えます。皆さんはどうでしょうか。そして頭のこの赤い線が突き刺さっているようにも見えるんですよね。後輪の周りですけども。この人は誰なのか、もう一度皆さん尋ねてみてください。それが今日のこのビデオのテーマです。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Mirrors of Jesus Christ. Jesus Christ was Leonardo da Vinci himself. Yes, キリストのほくろ。キリストはダヴィンチ自身だった。In Japanese、皆さんこんにちは。今日はキリストがですね、ダヴィンチ自身であったという話を証拠を添えて、皆さんにお伝えいたします。これが最近見つかりました。リオナルド・ダヴィンチの書いた、長い間どっか行っていましたけど、見つかったんですね、ニューヨークで。これがダヴィンチの書いたイエス・キリスト像です。で、これは前回精査いたしましたけども、さらに今日は突っ込んでみたいと思います。で、左が白黒でしかないので、白黒なのかなと思うんですけども、ダヴィンチの描いたキリスト像です。よく知られています。それで、この2人をですね、キリスト A、キリスト B としておきます。で、この両者は顔が違いますね。顔を見ればそれはわかると思いますが、顔を除いてあとは寸分たがわず同じなんです。ただし、右の方のキリストはぼかしが入っています。顔を比べてみてください。顔が違いますね。左の方はダヴィンチ独特の三白眼をしています。鋭い目つきです。で、右の方は全体にぼかしてあります。で、ここで色を落としてみますね。で、ここで同じセピアカラーにしまして、わかりやすくしました。今度はこれをぼかしてみます。左の方の A の方をぼかしてみます。そうするとですね、この両者は全く同じになるんですね。詳しくは皆さん、時々ポーズして、ご自身でお確かめください。顔は違いますが、あとは寸分たがわず同じだということです。明るくして、その間を見てみましても、同じだということにお気づきになると思います。ここに布を折ったものがありますね。これをちょっと精査しています。で、右の方は全体にぼかしてありますね。が、しかし、同じなんです。ここの真ん中にこの多角形のものがありますが、ここを基準点にして、そして順に見ていきますと、全く同じなんですね。ということは、左の図をぼかしたのが右の図だ、絵画ということになるんですね。これは解像度が悪いせいもありますけども、本当はもっと綺麗なのかもしれません。で、もう一回大きくして、で、今度右の方をですね、色を落としてみました。そして、比べてみますね。今度左の方をぼかしてみます。そうしますと、大体まあ同じように、さあ、もうちょっとぼかしてみますね。そうすると、右と左、貼り合わせたわけでもありませんよ。ただ、その、ぼかしを入れたということだけなんですね。そうしますと、右と左がほぼ同じというか、漢字が同じになったの分かりますね。ということは、左の図を、絵をですね、データベースをぼかして右に書き込んだ。あるいはプリントアウトするときに、まあ、ぼかしを入れたということですよね。まあ、私たちが持っているプリンターではまだここまでできませんけれども、グラフィックデザインの世界ではできるわけです。それで、このキリストはダ・ヴィンチ自身であったということをこれから証明いたします。あなたはですね、これらの男が誰であるかということを、まあ、私に尋ねるかもしれませんけれども、These men are Leonardo da Vinci himself。では、その証拠をまたモナリザに続いて同じ手法で皆さんにお見せいたします。これは皆さんが持っていらっしゃるダ・ヴィンチのインチキイメージですね。みんなこれに騙されてるんです。で、これをもう一回精査してみますと、これがダ・ヴィンチが残した、まあ、3D モデリングで、落とした絵なんですね。で、左右を反転して、そして少し角度を変えてみます。で、この顔と何度もやってきましたが、ダ・ヴィンチの顔は同じなんです。で、それについては、まあ、また、ここでは簡単に精査しますね。まあ、ここでは細かい傷を中心にして見てみますが、皆さん左右を比べてみてください。途中で太くなった鼻ですね。それからシワ、目、三白眼に近いか三白眼ですね。もうダ・ヴィンチは。そして、この、ポコンと頬が出てるところ。まあ、ここでは簡単にしましたので、もし詳しくお知りになりたい方は、私の他のビデオをご覧ください。さらに詳しく細かく精査しています。ここにイボというか、ほくろがあることに注意してください。すなわち、この男はここにほくろがある。もう一枚あるんですね。これは、やはり 3D モデリングから、今度は正面で落としてプリントアウトした絵です。で、左右を反転しています。で、この二人は同じであるということは、これも何度も証明しましたので、ここでは省略しますが、ここにホクロがあることに注意してください。ただ、角度が違いますから、やや違いますね。モナリザの方は、ジャコンテの方は、やや、なんて言いますか、左の方に顔が寄っています。ですから、この角度の違いは頭に入れながら、ホクロの位置、そして周りの形を理解してください。で、これが、ここにポコンとやや膨らんだ、コブみたいなのがあるんで、その先に、ホクロがついてるんですね。わかりますか？モナリザのほくろなんですね。そして上と下を比べてみてください。同じ位置に同じようにほくろが、すなわち同じその 3D モデリングから顔をいろいろとまあ加工して作ったのがモナリザだということを少し前に説明しました。そのビデオは後ろにくっつけておきます。じゃあ、これがジーザス・クライスト A ですね。で、上と下を比べてみてください。上がダ・ヴィンチ自身です。下がラジャ・コンデ、モナリザですね。で、それに、先ほどのキリストの絵を比べていますが、その前にちょっとここ見てくださいね。よく頭に入れといてください。で、モナリザの方は、今言いましたね、顔が傾いてますから、位置が左の方に寄っています。そしてこれが、Jesus Christ A です。そしてここを見てください。いいですか？三者とも同じように、モナリザの方は黒く塗りつぶしてあって見えませんが、ここにポコンとしたこうなっていますが、少し、出てますね。そして、ここに同じようにほくろがあるということなんです。一番下ちょっと見にくいんですけどもね。しかし、上のボツボツって言いますか、まぶたの下のボツボツはちゃんと出てますね。そしてダ・ヴィンチとモナリザの右ここにほくろがほくろというかね、ちょっと荒れた肌が並んでるのはわかりますね。これはダ・ヴィンチが書き残したということはミスだったか、あるいは我々に対するメッセージだったかもしれません。そして一番上と一番下は、まあ、はっきり言えば不気味な三白眼です。ということで、なんて言いますか、三白眼ということは、下の白目が見えるということですよ。要するに、こうした精査比較してみますと、このクライスト A とクライスト B は同じ人物であると。そして、これとダ・ヴィンチは同じ人物であると。そして、この三者とですね、ラージャ・コンテも、これも同じ人物である。そのビデオはこの後につなげておきます。そして、このラジャ・コンテとダ・ヴィンチは同じ人物である。すなわち、これは5人はですね、ここの5人はですよ、みんな同じ一人の人物、すなわち、レオナルド・ダ・ヴィンチ自身であるということなんですね。まあ彼はこうしたその技術というか装置を持ってたんですね。今では私たちが言うコンピューター、そしてそれを使って 3D のモデリングをして、そしてその都度いろんなパーツを貼ったり取ったり、あるいは滑らかにしたりして、それをプリントアウトして出したというだけなんですね。最後に、追記です。ここにほくろがあることはもうこれ事実なんですけども、明るくしてみますと、まぶたの下にやはりこう、ほくろらしきものがあるってことはわかるんですね。しかし、はっきりとわかりませんので、これはあくまでもクエスチョンマークということにしておきます。ということで、このイエス・キリストはダ・ヴィンチ自身でしたという証明を終わります。Thank you very much for watching. And see again. And please watch the following video. It's the mystery of La Giaconte. Thank you. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. La Giaconte's Mold, a painting on 3D molding technology. One is everything, and everything is one. 3D モデリングテクノロジーによって描かれたモナリザの絵。皆さん、こんにちは。これはモナリザです。ラ・ジャコンデですね。これはリオナルド・ダ・ヴィンチです。これもリオナルド・ダ・ヴィンチです。これらは皆同じ 3D モデリングテクノロジーを使って書かれています。まずこれは A Man という題で紹介されていますけども、ダ・ヴィンチの描いた絵です。これはレオナルド・ダ・ヴィンチ自身です、詳しい比較はこの続くビデオの中でいたしますので、まあ、ここでは簡単にいたしますが、順にこうして矢印のところ、丸のところを皆さん目で追っかけてみてください。これら二人は同じ人であるということに皆さんはお気づきになると思います。ただし、右の図はですね、左右を反転してあります。左右反転というのはまさにダ・ヴィンチのお家芸なんですね。あちこちでこの手法を使ってますから注意してください。で、こうして、まあ、傷口、線の位置ですね。そしてこの傷がね、唇の上の傷が同じだということを注意してください。そして薄い唇。そしてここの、ちょっと膨らんでますね。ここにも傷があります。そしてこれがポコンポコンとこう、へこんでますね。そしてこの膨らみ。一つずつ皆さん丁寧に目をかけてみてください。違いを探すことはできません。そして鼻の下のほくろですね。で、三白眼に近い鋭い目。向かって右側の目もそうです。そしてこれは右の方は髪の毛長くなってますが、で、鼻が途中で太くなっているの分かりますか？これダ・ヴィンチの特徴なんですね。そしてポコンとこう膨らんでいるコブのようなもの。そしてここが肌が荒れたようにザラザラしている。小さな小鼻、鼻の穴、そしてこの大きな、なんて言いますか、わし鼻ですね。ダ・ヴィンチはわし鼻をしていたと言われています。そしてこの鼻、これら二人の人は同じ人だということをまず前もって確認しておいてください。詳しくは続くビデオの中で精査いたしますので、そちらをご覧ください。さあ、問題はモナリザです。ラ・ジャコンデです。この絵も怪しいんです。すっごく怪しいんですけども、なかなか尻尾をつかめませんでした。で、今夜1時間ほどですね、じーっと見ていて気がついたんですね。皆さん、これ、ダ・ヴィンチですよ。どこで気がついたかと言いますとですね、これはデータベースは、元のデータベースは一つなんですけども、それをいろいろとその横伸ばし立て伸ばして、そして解体なんですね。ほくろなんです。ダ・ヴィンチはほくろを消すのを忘れていました。ですから、このほくろ、位置、大きさ、同じところにありますね。よく見比べてみてください。ここにもありますね。このほくろをダ・ヴィンチは消すのを忘れていました。若いモナリザの方では消されています。そして右の絵はですね、正面から見た絵です。これら二つは全く同じなんです。これもまた違いを探すのは不可能なほど同じなんですね。これ左右反転してみました。さあ、同じところに同じようにほくろがありますね。で、この、いわゆる右の人がですね、ダ・ヴィンチだということを確認していただきたいんですよね。それで向かって左側の方にポコーンと丸くなってて、そしてその付け根のところにほくろがありますね。よーく見比べてみてください。ちょっと左の黄色がずれてますけども。まあ、3D モデリングテクノロジーっていうのはですね、3D のデータベースをコンピューター、今でいうコンピューターの中に入れといて、それを自由な角度で取り出してプリントアウトするという方法なんです。ですから上の絵と下の絵は全く同じなんです。そして、モナリザが生まれ、それから、若い方のモナリザが生まれたというわけです。こうして 3D プリンティングテクノロジーを使ってですね、もう自由にこう、ダヴィンチは絵を描いていたわけですね。さあ、もしあなたがこれは違うと、私の言ってることは違うと言うならですよ。この二人を比べてみてください。ここでは傷だけを精査しています。同じでしょ？全く同じところに同じ傷があり、膨らみがあり、というところなんですよね。ここにもちょっとぼっと膨らんでますね。そして、顎のところ。目の下の、なんて言いますかね、小さなイボ。鼻の下、鼻が二つに割れてますね。それから、なんて言いますか、付け根のシワ。ここに、ほくろがありますね。そして、額の。これも続くビデオの中で詳しく精査しますから、ゆっくりとご覧になってください。この二人が同じだということ。そしてこれがダヴィンチだということが重要なんです。というのは、この二人と先ほどのラ・ジャコンテ伝と比較してみるとわかるんですね。これは右の方は、皆さんご存知の、ダヴィンチです。これを左右反転してみます。そして、この絵と比べてもですね、ラ・ジャコンテは、ここのところにイボがボトボトと2つか3つあるという感じですね。一つ一つ大きなのがあります。イボっていうか、ほくろがですね、ありますね。下が若い方のモナリザですけども、イボは消してあります。絵ですからね、ペインティングですから、その都度修正はできたんだろうと思うんです。しかし、上の方は直さないまま残ったんですね。これはもうダヴィンチのミスです。すなわち、これがモナリザのほくろが証拠となったわけであります。もっとも以前からですね、モナリザはダヴィンチがモデルではないかということはよく言われていました。しかし、確定的な証拠もなくですね、また物証もなく、なんとなく雰囲気が似ているということなんですね。しかし、左の絵がダヴィンチだと分かり、そしてその顔と比較して見ればですね、私たちは、イメージとして持っているダヴィンチの顔は毛がいっぱい生えてますからね、比較しにくいんですけども、こうして比較してみますと、モナリザが左の男性と同じ、すなわち、左の男性イコールダヴィンチですから、なんて言いますか、これで、証明できるというわけですね。この目の上の膨らみなんかも、やっぱりこの3D モデリングの面影というか少し残してますね。元のデータベースを活かしながら、そして、それを加工してですね、自分流に女性の顔を作り、そしてほくろは、先ほど言いましたように、彼が残したのはミステイクですね。そこまで気が回らなかったのか、後世の私のような人間の謎解きのために残しておいたのかはわかりません。Thank you very much for watching and see you again next time. 続くビデオでさらに詳しく精査いたします。Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. The fake image of Leonardo da Vinci created by humans. Why not have people realize it before? This is the greatest mystery for me. In Japanese.森本聡さんがですね、新しいダヴィンチのスケッチを送ってくれました。その中にまた新しいレオナルド・ダヴィンチがいました。今日はその物語です。Mr. Satoshi Morimoto sent me another sketch, sketched by Leonardo da Vinci, a sketch of himself. これがそのスケッチなんですね。2枚送ってくださいましたけども。顔からして同じ人物だということはもう間違いありませんね。この2人は、2人というか今お見せしたのは森本さんが送ってくださったスケッチの中に紛れ込んでたものです。で、これを私は一見して、ダヴィンチだと分かりました。レオナルド・ダヴィンチですね。これが皆さんの持ってらっしゃるイメージなんです。このダ・ヴィンチ のイメージに、まあ、皆さんダ・ヴィンチの、まあ、なんて言いますか、イメージを重ね合わせているわけですね。ところがよく精査していますと、よく見てください。丸い花、それからポコンと膨らんだ方、二段になった方、それから、まあ、これは誰でもそうかもしれませんけども、こういう感じですよね。それからこちらの方にこうまた分かれてますよね。そして、眉間に太い筋があって、このシワに注意してくださいね。こういうふうにこの正確に表現してあるわけです。眉毛の、まあ、線ですね。そして目の下のその垂れた線、それからここにもう一本ありますね。それから左の方にも、向かって左の方にも同じような線があります。こういうふうに一つずつ精査していきますと、この両者は全く同じだということに皆さんお気づきになると思います。目の下のここに小さい小分みたいなのがあるんですけどね、ちょっと見にくいですけどね、またその下に2段になっている。で、鼻がもう特徴があると言いますか、鼻が非常によく似てますね。それでこうちょっとしたなんて言いますか、イボのようなものがあって、目尻も同じであると。目の下の線も若いからね、それだけ線、シワは浅いですけども同じだ。そして一番の特徴はこの目なんですね。三白眼に近い、真ん中に黒で周囲が白と。今度は皆さん自身で判断してください。今言ったことをですね、皆さん自身で、まあ、拡大してみましたから、皆さん自身で判断していただきます。特に口に注意してくださいね。この口の線を見てください。こういうふうに口の線があって、それとそのここのところにちょっとした切れ目がありますね。同じですね。同じデータベースを使ってますね。そしてここにも下がってる。そしてここに傷がある。この傷も同じなんですね。そしてここにちょっと唇、下唇にね、膨らみができてるんです。右の方は向かって左の方は分かりません。で、目の下の、こう、なんていうかね、垂れたところ。それから、まあ、この2つを合わせてみますと、資料によれば、これはただの man、男のスケッチって書いてありますけども、これは男ではありませんね。まさしくレオナルド・ダ・ヴィンチなんです。で、もうこれが皆さん持ってらっしゃるダ・ヴィンチのイメージですね。これだけが紹介されてますから。気味の悪い方は紹介されてませんからね。ですから、まあこうやって貼り合わせてみますと、ちょっと荒っぽいやり方ですけども、同じということが、顔の様子が全く変わりませんでしょ。同じだということなんです。ということは、この両者は同じレオナルド・ダ・ヴィンチで、右の方が若い時で、左の方が、なんて言いますか、老人になってからということになるんですけども、それちょっと待ってくださいよ。それにまたね、裏があるんです。ダ・ヴィンチは、これはまあ若い時のダ・ヴィンチ像ということになる。左の方が、年を取ってからのレオナルド・ダ・ヴィンチということになるんですが、実はこれら2つは 2D フォトグラフテクノロジーによって作られているんですよね。それはもうイモラの地図でしっかりと証明いたしました。なあ、ダ・ヴィンチは 2D フォトグラフテクノロジーを持ってたわけ。例えば私の顔を見てください。ね、そしてこうして画像処理をすることによって線画にすることもできるんですね。もちろん彼らはもっと優れた技術を持ってましたから、こういう絵を自由に描くことができたんですね。だから誰も本当のことを言いますと、レオナルド・ダ・ヴィンチの本当のイメージを知らないんですね。この絵に騙されてしまっているわけです。はっきり言います。騙されているわけですね。一応これはまあ 2D フォトグラフで作られた。だからこそ似てるんです。皆さん、ここは似てるところがおかしいということは私は言ってるんです。これがおかしいわけです。で、まあ、どちらが最初に作られたかということですね。皆さんは右の方が最初にダ・ヴィンチが若い時に書いて、左の方はダ・ヴィンチが自分が年を取ってから書いたって言うでしょ。だったらおかしいでしょ。だったらこんなに似てるはずがないんですから。人間の顔っていうのは変わるもんですよ。さあ、もう一つこれがね、2D フォトグラフで作られたという証拠を皆さんにお見せしましょう。先ほどもう一枚のダ・ヴィンチの絵をお見せしましたね。この2人は同じ人物です。同じでしょ。顔を見てください。同じ人物ですね。これ疑ったらもう仕方ない。ところが髪の毛は違うんです。これはギリシャ彫刻と同じなんです。髪の毛だけは違うんですよね。すなわち、これは 2D フォトグラフ。もしもですよ、絵だったらこんなに変える必要はないわけですから。同じ顔で同じ時に描かれたんなら同じ髪の毛になるはずでしょ。髪の毛だけはどうして変えたんですかということは、2D フォトグラフで作ったということなんです。となると、どちらが最初に描かれて、どちらが後に描かれたかということは分からなくなってくるんですね。こちらを先に書いて、若い時は後に書いたかもしれませんよ。若い時の書いた時に若いダ・ヴィンチのスケッチを書いた時に同時に老人のダ・ヴィンチのスケッチを書いたかもしれませんよ。誰もダ・ヴィンチの顔は知らないんですから。ただし、もしもこのあれがダ・ヴィンチの顔だとするならば、これら5人ですね。5人の顔は全部同じ1人のレオナルド・ダ・ヴィンチということになるわけです。すなわち、これら全部同じ共通性を持っている。この共通性を持っているところが謎なんです。持っているはずがないんです。例えば、私の若い時あんまりいい写真ありませんでしたのでこの私が24歳か3歳の時ですね、初めて幼稚園で教え始めた頃の顔です。そしてこれが去年の秋の写真、2013年の秋ですけど、66歳の顔です。特徴をね、その50年にもわたって持ちこたえるなんてことはありえないんです。ところが、ダ・ヴィンチの絵を見てください。もちろん若い、古いはありますけども、しっかりと特徴を備えてますね、お互いに。ということは、2D フォトグラフで作ったんですけども、こんなことはありえないことがありえてるから、この両者は 2D フォトグラフであり、どちらが先同時に作られたか、どちらが私は同時に時期に作られてダ・ヴィンチは両方とも持っていたんだろうと思うんです。すなわちこれら5人は同じ、ダ・ヴィンチなんですけども、しかし私にとって、ね、最大の謎はですね、どうして中央のダ・ヴィンチが皆さんのイメージとなってあと4人と違うというか、あとの4人がねダ・ヴィンチだところに誰もなぜ今日の今日まで誰も気がつかなかったかということなんです。これは私にとっては最大の謎なんですね。誰も美術家も考古学者も誰も気がつかなかった、歴史家も気がつきませんでした。これこそ私にとっては最大の謎です。皆さんはどうお考えですか？続くビデオの中でダ・ヴィンチの実像を皆さんにお見せいたします。 Thank you very much for watching and see you next time. Bye! 追記版です。この2枚の写真というか絵を比べていただきますと全く同じだということに皆さんお気づきになると思います。傷、それからイボの様子、目尻の収め方、それから目の付け根に少しくぼみがあるところ、細かいところまで同じなんですね。このイボが出ているところ、それからほくろのようなものということなんですね。皆さんご自身で判断してくだされればいいというか、つまりこうした極めて角度は違いますよ。絵の角度は違いますが、極めて酷似した絵が描けるってことはもうこれは 2D プリンティング技術を使っているしかないですね。それで某大学で物理学の教授をなさっていらっしゃいますケイミヤさんからこのようなコメントが届きましたので、皆さんも参考になさってみてください。コンピューターの中に 3D モデルを取り込んで角度を変えて、それをプリントアウトしたと。で、モナリザの絵も同じように、なんて言いますか、ダ・ヴィンチの顔を変化させた可能性があるというわけですね。それについてはもう前から言われていることです。すなわちですね、These two men were printed out from the same database using their modeling computer software. Thank you.